アシュレディオ。さあ、始まりました。さあ、始まりました。おはようございます。おはようございます。アシュレディオの時間です。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう3月もね、下旬というか、下旬というかね、もう4月の、まあ、下旬に差し掛かってると言ってもいいかもしれないですね。4月の足音が聞こえてきまして、なんか桜もちらほら、ああそうですね、咲いてるとこもあったり、ちらほらほいほい咲いて始めます。桜なのか梅なのか、ソメイヨシノなのか、ソメイヨシノ、木村ヨシノなのか。木村ヨシノも久しぶりに出てきましたねすごい痩せましたね。めっちゃ痩せましたね。ガリガリってか、ガリガリと言ってもいいぐらいです。ガリガリ君と言ってもいいですね、はい、ガリガリ君はちょっとぽっちゃり系ですからね。確かに梨味うまいっすよ、ガリガリ君。ガリガリガリクソンも結構ぽっちゃり系で。ガリガリガリクソンって誰でしたっけ。え誰でしたっけ。ダメですね。誰でしたっけ。全然抑えてないですねガリガリ系列をごめんなさい、ちょっと抑えきれてないんですけども、そうね、桜の季節で、お花見とかね、どうなんですかね、今年は自粛で。なんかオリンピックもあれですね。あー、なんかね、お客さん入れないみたいなって、外国の方受け入れないみたいな。うん、どう思います。もうまあまあまあ、いや、そうするしかないですよね。いや、オリンピックを開催しただけでありがたいと思いぐらいのノリだと思いますけどね、 IOC とかからすると。あー、すごくこうアスリート的にはまあ、アスリートはなんか別に関係ないんですか。いや、アスリートは関係ないっていうか、まあなるべくなんか多くの人に見てもらって盛り上がった方がまあいいですけど、まあなんか別にそういうとこじゃないところでアスリートは頑張ってるわけなんで、それはなんか大会の運営側がそういうとこを配慮してやったりなしゃいけない話ですけど、だからこれ一系さん的にはどう考えてるのかなってのはちょっと気になりますけど。なんかオリンピック需要がとか、オリンピックを契機に日本の景気が日本の景気ね、オリンピックを皮切りに、はい、終わったら日本の景気が悪くなるとかいろいろあるじゃないですか、うん、その辺ってどうですか。そのオリンピックが終わったら日本のピークはオリンピックまでだみたいな、そういう話もあるんですけど。ですね、どちらかというと全然関係ねえだろうっていう、よく不動産屋さんが多分そういうトークをする、はい、しますねからだと思うんですけど、うん、なんかじゃあ不動産をいつ買えばいいのかっていう、うん、日本ってそもそもその外国人が不動産を買うって言ってもそのワンルームとか別に買わないと思うんで、うん、ビルを買うみたいな。そう、例えばね、うん、チャイニーズの人がビルを買うとかは理解できますけど、うん、でもオリンピックが終わったら景気が悪くなるっていうのはよく分かんなくないですか。よく分かんない。なんでですか。だあれじゃないの、なんかそのホテルだなんだかんだ選手村だとかの、だってじゃあホテルを建設します、うん、オリンピックのためだけにホテルを作ってると思ってんすか本当に思ってない思ってない思ってない。でもその一時的な特需みたいなのがなくなるだけで、もっとだからさ、消費者と事業者の考え方が違くて、うん、だって自分が例えばじゃあ10億出してホテル作りますっていうとするじゃないですか、うん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 、オリンピックで2020、うん、今まあ本来2020年にあったんですが、うんうん、2020年の8月っていうその1ヶ月のためだけに10億のビル作ります。作んない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 。なんで作るかって言ったら、それその後も儲かると思ってる、確信してるから10億出してるわけじゃないですか。この10億出したら20億になるってことを確信してるから金出してるわけじゃないですか、うんうんうん、確かに。だから特需とか言ってるやつはアホですよって思いません。だからじゃあオリンピック関係ねえなってことは。でもオリンピックってのは要はその世界の中でオリンピックってどういう位置づけかっていうと、要は平和の祭典、うん、平和の祭典みたいな言いますか、オリンピック。ああ、言いますね、確かに。あれは嘘なんですよ。あれはもうみんな建前です。本当は先進国とか発展の象徴なんですよ。リオオリンピック、このオリンピックっていうのをここでやることによってリオっていうのを世界の先進国としてみなしましょう、っていうことを世界が決める最低なんですよ。なるほどな。だから、今からちょうど高度経済成長の時に、うん、東京オリンピックだから昔あって、うん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 、それを皮切りに日本が世界の日本になりますっていう。確かに北京オリンピック、あれ北京オリンピックを皮切りに北京が世界の北京になりますっていう話なの。ロサンゼルス、あ、日本の東京オリンピックの前じゃないの、ロサンゼルス。そう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 、ね、うん、ロサンゼルスっていうのが世界のロサンゼルスになりますよっていう、うんうんうん、そういう、あ、メッセージなんだ。そういうことなんですよ。あ、でこっから東京が世界の東京になるんだっていうタイミングで、うん、東京が金を出して誘致をして、うん、
っていうことをやるわけですよ。うん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 。うちを世界として認めろっていう。アテネはそんなことやらなくて終わりましたけどね。ギリシャ。終わったね、確かに。でもこのタイミングでっていうか、その東京って、まあ日本って、そのなんだろう、世界の中では。だって、2020年が東京でしょ、うん、で、2024年がフランスでしょ、パリス。で、2028年が確かもう一回ロサンゼルスだった気がします。ああ、なんかそんな感じかもしれないです、多分。だからここ、8年、12年っていう中で、要は、パリも、もうさらに進展を、発展を遂げようとしてるし、ロサンゼルスでさえもう一回発展を遂げるんだっていうことを出してる中での東京オリンピックっていうのは、パリよりもロサンゼルスよりももう一回一回り二回り早かったんで、それは小池百合子も力入れますよね。でやっぱその東京が遅れてるそのデジタル化だったりとか、その多様化みたいなことがやっぱ東京はめちゃめちゃ遅いんですよ。世界の東京だっていう前に、あだからやっぱその世界の東京として知らしめるためには、うんうん、あの森喜朗さんみたいな発言も世界からするとやっぱ遅れてるし、うんうん、いいか悪いかっていうよりも、うんうん、今回の佐々木宏さんみたいな、うん、ああいうなんかオリンピックだっていうことも、うん、あれはあのブレストの段階で情報漏洩したやつが頭おかしいともありますけど、まあ遅れてる日本には遅れてる東京にはなりたくないっていうことをこう防ぐために逆に出したみたいなのがあると思いますけど、だから今回のオリンピックで言ったら、うんうんうん、要はまあコロナがそうさせたのかオリンピックがそうさせたのか分かんないですけど、うんうん、やっぱそのデジタル化、うん、デジタル化って例えば どのなんかスマホだ MacBook だでまあ生活してると、うん、デジタル化ってこうなんだろう、どこがデジタル化されてる？決済。あ、決済か。あ、電子マネーみたいな。確かに財布。そう。あまあ、増えてきたけどね。あじゃあ、いいですっていうところもやっぱあるからね。そうそう、決済とかもそうだし、うん、あとはシェアっていう考え方だったりとか。あ、シェアか。日本はまだまだ遅れてますよ。だって、みんな一人暮らしをするじゃないですか。うんうんうん。でもやっぱ、グローバルな感覚は、一人暮らしは高くない？高いよ。だったらシェアした方がいいじゃんって言って、うん、ルームシェアが当たり前じゃないですか。でも東京の人は貧乏なのに金持ってなくても家賃は8万とか払うじゃないですか、うん、10万とかね。そうでしかもそれを Airbnb が出てきてるのに、うん、その日本の民泊業界がそのあとは不動産業界が天体っていうのを禁止するわけですよ。僕が借りて僕が人に貸すっていうこのまた貸しを不動産的な法律で規制してるわけじゃないですか、うん、っていうのも遅いですよ、ね、制約？既得権益にからの制約？そうっていうのがあるにもかかわらず東京オリンピックでじゃあ何を進歩として出すのかっていうのはちょっとあもうちょっと国を挙げて考えなくちゃいけないところですよ、ね、オリンピックの位置ただ競技者の、うんうん、なんかアスリートの、うん、あれそんなワールドカップで言うわけですよ、うん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 、でもオリンピックってのはもっと世界の経済として見た時には、うんうん、じゃあ何をもって東京が発展するのか、うんうん、じゃあ今度パリが何として発展としているのか、うんうんうん、ロサンゼルスが次何をして発展するかっていうところにちょっと国民がついてきてない、うんうん、国民さえその目的をあまり分かってない、うん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 、っていうのはやっぱちょっとあるかもしれないですね。確かにそのニュー東京的なね、うん、何を新しい What's new っていうのがやっぱ疑問症ありますね。何なんだろうこれぞ東京っていう出せるやつ。でそれこそだから渋谷みたいなことになるじゃないですか。ああ結局、はい、カルチャーが入り混じってて、そうあまあそうか、まあ、みたいなオリンピックの話で、うん、今朝は持ち切りになりましたけど、あ、なんか最近、前、僕がツイートしたときに、僕が最近悩みがあって、それをアジェナに相談したら、なんか、あ、吉岡さん、それは僕が1年目に、電通の1年目に悩んでた悩みですよ、みたいな、うん、覚えてます？はい、貴族ランチをさせていただいたけど、はい、それは結構なんかその、
どんな悩みだったか知りたいですみたいなこうご質問をいただいてました。ああ、それ僕も聞かれましたね、なんか。え、マジ？その辺の話をちょっとできればなと思うんですけど、僕は何悩んでたかっていうと、そのなんか仕事が一日終わった時にこう達成感というか前に進んでる感じがもう全くしないというか薄いというかこうやってるんだけどやってないというかやってるんだけどこれ進んでるのかなっていうその不安というか悩みがあるんですよっていう話を相談したという話で、で、22歳、23歳のアシナさんが、悩んでた子に僕は35歳で悩み始めるっていう。ああ、いいですね。早いです。10年遅れて悩み始めたんですけども、人間の歴史が何千年ってありますから。もう確かに。そのまま10年ぐらいも早いです。そう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 。まあ、どんな話だったかっていうと、まあ、業務と仕事が違うって話だと思うんですけど、うんうん、吉岡さんは業務を完了させるスペシャリストなわけですよ。半端なく早いです、業務を完了させるの。ただ、これから、私たちの会社が、例えばいろんなじゃあ事業をやっていく、いろんなことに手を出していく、いろんなことをスケールさせていくってなってくると、その業務が完了するっていうのは、まあ、小さな数億円ぐらいの規模感だったら、その、これをやってください、じゃあそれをやります、で完了するんですけど、それじゃあ桁が変わってくるってなった時に、うん、そのこれをやってください、じゃあそれを何のためにやってるのか、うんうん、っていうことを考えて、うん、仕事に手をつける前に全体像を描いて、うん、全体像を描いた時にこれをやってくださいっていうことだけじゃなくて、っていうことは全体像を描いたらこっちもやった方がいいですよね、うん、ってことは多分この後にこういう問題が起きますよね、うん、だったらこんな問題が起きるってことをあらかじめ予測して、こういうことも事前にやっといた方がいいですよねっていうことを、うんうんうん、そのなんだろうな、トップがやるのではなくて、うん、そのオペレーション、うんうんうん、オペレーティングする人が事前に気づいて、うんうん、事前に対策を打ってってやらないと、うんうん、トップも全部のオペレーションをやらなくちゃいけないじゃないですか。じゃあ例えば若林さん、事業が10個あったら、うん、10個分のオペレーションをトップがやったら、もうその会社は絶対それ以上でかくならないんですよ。だからそのトップがこういう方向でって言ったら、うん、そういう方向でこんな問題が起きることを予測して、事前にこんなこともやっておきましたっていうようなことが仕事であって、これやっといてって言われてやることは仕事ではなく、それは業務であるっていう中で、うん、吉岡さんが全体像を描きます、うんって言って、気づいたら業務っていうところに全然手をつけていなくて、うん、あの全体像を考えてで1日終わりました、うん、全然これなんか進捗してる気がしないんですよねっていう不安の話、うん、そう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 、それが大正解です。それに僕はあの社会人1年目の時にすげえ悩んだっていうか、同じ感情を持ちました。あれなんか仕事してないみたいだな。完了しないからね。完了しないから。そう、完了しないんだよ、何も。だから完了を目的にしてるのか、全体的なプロジェクトを進めるってことがゴールなのかによって、うんうん、全然その、やることは変わってきます。だから、なんだろう、僕が今、経営者っていう立場ですけど、経営者のスピード感の方が遅いですよ。どういうことさ。ああ、その現場で電通時に例えば、うん、アルバイト、うん、アルバイトは何時に来て、うん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 、お皿を取ってご飯を盛り付けて、うんうん、牛丼のっけてっていうことをめちゃめちゃスピーディーにやるじゃないですか。めっちゃ早いよ、あのスピード感で、うん、プロジェクトの上に行けば行くほどあのスピード感がどんどん遅くなるんですよ。それに耐えられないってことを吉岡さん言ってるわけです。ああ、はい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 、はい、僕1時間あったら牛丼多分100杯作れますよ。でもいきなり経営層に入ったら、うん、なんか牛丼今日一杯も作ってないですけど大丈夫ですかね僕、あーっていう不安になったのか。はい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 、そう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 、っていう不安に僕は22歳の時に同じ悩みを持ってました。俺は35歳で来ましたけど。あー、だから君の仕事は牛丼をたくさん作る仕事じゃないよってことですね。そう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 、要ははい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 、そうなんですよ。うん、それよりもあと牛丼屋さんを10店舗出した方が、うん、結局多くの人に牛丼を渡せてるでしょう、ね、うん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 、
そういうことだ、っていうその長期的な、長期的なことを、描いてやってるのかってことが非常に大事です。仕事と業務の話でした。ありがとうございます。